カニツリグサトライセットムビファダムオウィーは軟弱ないネカ植物。初夏に頬を出す。よじれたような野木が特徴。高さ40から70センチメートルほどになるキャシャな多年草。地下茎はなく、茎は多バセする。葉は茎の節から出て、長さ10から20センチメートル、幅は3から5ミリメートル、無毛化、まばらに柔らかい毛がある。 花は5から6月に咲く。花樹は茎の先端から伸びるし、円錐花樹をなし、先端は垂れる。主軸の節からは、それぞれ2本の枝が出て、その全体に小ボがやや間をあけてつく。小ボは軸に沿う。小ボは緑か黄色みを帯び、光沢がある。長さは6から8ミリメートル、2から3個の小花を含む。包み絵は、非神経。 第2方へは5から6ミリメートルと森へに近いのに、第1方へが特に小さくて2から3ミリメートルしかない。森へは5から7ミリメートル、背面には小さな突起する点が並ぶ。その先端の形が独特で、先端の両側が突き出していて、ちょうど尖った先端を切り込んだようになっている。その切れ込みの底に当たる先端から、 長さ6から10ミリメートルもある細長いの木が出る。この棒はまっすぐではなく、途中からよじれるように外側に反る。その程度は様々で、木部近くで大きく反るものから、中ほどに近いところでよじれるように少し反るものまである。名前の由来はカニ釣りそうで、子供の遊びにこの草の茎をカニの穴に入れて釣り出す、というのがあったことによる。草地やリニエン、道端などによく見られる。 北海道から九州までの各地でごく普通に見られる。国外では、朝鮮、中国大陸と台湾から知られる。実質的にはない。日本には他にも金縁種があり、その姿も似ているが、他の種は全て鉱山やん帯にあたる地域にあり、平地で見られるのは、この種だけである。よじれたの木が特徴で、森への先端が切り込まれているのを確認すれば、ほぼ間違いなく同定できる。 ありがとうございます。